お疲れちゃんです。サラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴブジャイスパーキーエリババレイジ型をね紹介していきたいなと思います。今ねこのゴブスパがバッカ強いです。グラチャレの勝率1位なのもあるんですけども、僕ちょっと大会でねこのスパーキーを使いまして4000ぐらいかな、そう使って4000とも全てねキングを追って勝ちましたっていうぐらいマジで止まらんす、止まんなくて、でちょっとねなんかスパーキーにマザーネクロが入ったり、ちょっとねなんか普通とはちょっと違った方なんですけども、これがねめっちゃ強いです。マザネク3カゴヒースピですね。でまあ違う方もあるんですよ。このマザネク3カゴが、まあ、エレクトロウィザードメガゴで、まあ、ヒースピの枠はダークプリンスだったりみたいな、だからユニットがエリババダクプリエレキメガゴだったり、エリババだけでダクプリが入ってなくてエレキメガゴだったり、まあなんかこうエレキ三ガゴだったりヒースピがあったりなかったり、すごいねいろんな形があるんですけども、今んとこはね結構このマザネク三ガゴ型がね激アツですね。やっぱヒースピがある方がなんかエリババヒースピがやっぱ強いですね。あ、これはいいライトニングですね。まあでもライト使ったらそんなコスト普通はないよねっていうので、でヒースピこれバカ回復しますよ。3が5があっちでなんならザップ打ってもいいぐらいですけど、まあまあまあ、さあまあそんなわけで基本的にスパーキーデッキはまあスパーキー出してその前にゴブジャイつけて、まあエリババつけてみたいな、そんな感じのシンプルな感じなんですけど、基本的にはカードを5枚で回して一生スパーキーを出すっていうのが理想なんですよね。スパーキー出します、前にゴブジャイつけます、そしたらレイジヒースピともう1枚、そしたらぶっちぎり5枚出してるじゃないですか。まあ、そんな感じで、そうするとまたケツスパができるんですよね。だからなんかその1回の攻めで攻めようせ、攻め切ろうじゃなくて、なんか5枚で回す攻めを一生繰り返して、みたいなのが意外とね、大事だったりします。で、ここ相手がね、わあ、いい取るね。俺のヒースピがって、全然ですね。さあタルババ使ったらヒースピ最強なので、相手のねタルババを見てからのヒースピですね。なんかとりあえずつけときゃいいですけども、やっぱねもったいないんでね、ヒースピがこう飛ぶか飛ばないか、それだけでタワー折れるか折れないか、なんならキング行くか行かないかくらいね変わるので、さあこれなんか普通の蓋でもよかったけど、ライトこれなんか嫌ですね。さあこれでもエリババ追加してあげて、よいしょ、レイジ行ってあげて、でまあタルババが多分来るでしょう。トルネかザップ、気合の押し込みザップ、エリババが強えトルネされて持っていく。で最後相手エレジアイなので、まあここエリババさえ出せれば守れると思います。オッケー、エリババだけ出してあげて、エリババだけね出して防衛の構えして、オッケー、さあグッドゲームと、まあ、いう感じですね。まあ、2倍タイム入ればケツスパした瞬間に逆サイね、攻められたもエリババで守って、どっちかにゴブジャイつけてさらにね、カウンターをすることもできます。いやヒースピー強いな。だからなんかマザネクがいることによって、なんだろうな、スパーキーの前に、まあ、ユニット出るじゃないですか。でゴブジャイがやられた時にでもタワーがねスパーキーを攻撃せずに豚にねターゲットが行くんですよ。だから無限にスパーキーが来てくれるっていうのがこのマザネク編成ですね。よろしく。さあ名前にひまわりがついてんな。さあゴブ小屋、まあこれはねマザネクでもいい気がしますが、まあ、スパーキーでもいいんじゃない。でこの端前に、まあ、ぶっちゃけゴブジャイつけるだけで、ゴブジャイ回ってないからどうしようかな。レイジからのゴブジャイ、ああ、これは一回、一旦こっち行きますよね。さすがに。ちょっとわかんないんで。さあ、いい。うわー、いい。なんか、なんかまあ、いっぱい行きましたね。とりあえず、小屋が2個というか、ボムとゴブ小屋があることがわかりましたね。さあ、まあ、マザネク頑張ってほしいけど、行かれる。いや、これなんか、うわ、すげえ。でけえな。縁がでけえ。縁がでけえけど、たまたまコストがねえから助かった。オッケーオッケー。これさ、始めればダメ？なんか、やりたくなっちゃうっすよね、こういうのは。まあ、ババがあるか。オッケーオッケーオッケー。さあ、
まあ枯渇デッキ買いみたいな。まあ枯渇デッキですね。まあでもこれでなんならダメージトントンになるからな。なんなら逆転していく。オッケー。まあ問題はスパーキーにエレキがあるんですけども、マザリクに対してのファイヤーボールがあるかどうかですよね。まあ多分ロケとかないと思うんですよ。でユニット結構相手多かったので、これもゴブジャイつけてエレクトロウィザード来るだろうっていうタイミングで、まあ三角追加だったり、まあマザーネクロつけてあげれば、それだけで大丈夫な気はします。まあボムがですね、このボムが。さて、エレキかバルキリー。いやこれね追加が強いですよね。でヒースピも添えてあげたらもう気合でね突破していきます。オッケー。おー、いい穴埋め、めっちゃいい穴埋めで、ゴブ小屋は無視してもまあこんぐらいしかぶっちゃけダメージ受けないので、そう考えるとそんな守る必要もないって。問題は僕はゴブリンバレるぐらいです。うわすげえ飛んできた。だってママを守れ、いやママを守ると激アツ。これって相手これだけできついですもんね。でまあ、僕は一回落ち着いていきましょうか。はいはいはい。これに、まあ、またババとなんかいるもんな、いろいろなんかいろいろいるもんな。で矢の雨あったな、これ。矢の雨来るかさすがに。いやここはちょっと一回守りたいですね。守りたい。でゴブジェつけてまたエレキ耐えて、エレキ来るタイミングで、いやこれ降りてー、いや折れる、いや待って、いやオッケースパキ打つ、よしよし一本折ったらこっちのもんじゃないっていう。エリババ追加して、まあ、どこに、あこのエリババ左サイドに出しとったら激アツでしたね。相手のバルキリーだけだったら止めれなかった気がする。さあさあさあ、まあ今んとこ相手のスペルがないんでね、矢の雨しかない。だから、まあ、基本的にスパキ流しとけば、スパキとマザリクですね、流しとけば右のタワーあんま大ダメージ受けることはないと思うんですよ。ディガーバレるぐらいですよね。あの。で、まあ、三角はどうせ矢波で打たれちゃうので。うん。うん。で、ああ、このマザーネクロをね、大体積極的に処理してきますね。で、まあ、ここで行ってもいいんですけど、ちょっとあえて行かないみたいな。あえて行かない戦法で、もうこの辺にエレキがね、後ろの方に多分どうせ来るんですよね。そう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 。でもここはまあまあまあ、あんあん、うん、これむずいですね。いつ攻めようかなって、もう一回ディガーバレルぐらいが、ディガーバレルいつ来んや。ボム壊れたらこれ行ってもいい気するけどな。こっち側に行っちゃいます。さあ、でゴブジェが止まらん、ゴブジェが止まらんぜよ、止まらんぜよ、止まらんぜよ。いやこれスパーキーエメリバーでもよかったか。いやまあまあまあ、いやなんかすごいわかんねえな。やべやべ、これさ待って、左来んのかな、もしかして。あと300まででも削ってるからね僕。よしよし、これちょっとエレキ嫌ですね、延命してあげて。うい、いやめっちゃいい受けした、ここに来て。さ、左の豚も相手はなかなか無視できない。オッケー。いやーこれはもう一旦攻めて攻めて攻めて、ふっふっふ、やなめやなめ、ふっザップ、オッケー、危ね、グッドゲーム。なんか間抜きすごかったっすね。すごすぎてなんかついていけなかったもん、もう本当に。何やこれ、うわー、なんかすごいおもろそうなデッキですけど大変そうですね。まあまあまあ、エレキいてもこの来るタイミングでね、後ろから3が5ね、追加してあげればいいです。まあ、マザネクでもいいですね。で、レイジ、ヒースピですね。なんで、ユニットを追加するタイミングなんですよね。すべてなんかタイミングで、もうそれだけで、その感覚さえ掴んでしまえば、ぶっちゃけ勝ちなので、スパーキー、はじめゴブジャイで、すぐにサンガゴとかマザネクを出すんじゃなくて、スパーキーが相手の陣地入ります。相手がスパーキーの横にね、なんかを出してくるだろうっていうタイミングで、三角だったり、マザネク、レイジ、ヒースピ、ザップ。レイジちょっと早くてもいいか。まあ、ヒースピ、ザップぐらいやってあげると、それだけでね、突破できちゃいます。で自分がね、スパーキーを防衛するときのことを考えてしまえばいいんですよね。スパーキーが来ました。で、スパーキーが来たら、このギリギリのね、この横ら辺になんか出すと思うんですけど、まあ、それ、相手もね、基本的にはやっぱそうしてきますので。
さ、ノーシスパーキーで、これもうゴブジェにつけてあと祈ればいいみたいなで、ここのね、サンガゴはこのベビドラを処理するためのサンガゴなので、まあちょっと早めにね出してあげてもいいかなっていう。これザップしてよかったかな。うん、まあまあ、さ、ダクネ、ダクプリ、ベビドラなので、まあ LHI ではなく多分ゴーレムっぽい、そんな感じの編成ですね。さっきのザップってヒースピー打って回しとけばまたケツスパできたので、ここでね、変にケツヒースピーとか始まりのね、今みたいにザップで使うよりかはさっきの攻めで使っといた方が、もしかしたら相手がもっとコスト使ってくれてたかもしれませんしっていうのがあるので、基本的にね積極的にザップとかヒースピーあたりも使っていきたいですよね。ここはまあ耐えですよね。耐えたいけど耐えれるかどうかは分かりません。ライトが間に合うな。 OK、 豚で耐えます。さあどうだろうな、今回どうやって攻めよう。一応このマザネクね生かすようにゴブジェにつけて、タルババは今使いましたね相手だから、まあ普通に三角をつけるのはよくて、で、ヒースピーも添えてあげて、で、これぐらいで別にね、ステーディーにする。多分、ザップぐらいはいい。で、もう一回ね、こっからでケツ。うわ、待って待って待って。え？折れる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 。いいね、いいね。適当にザップ、ヒースピーしとけば。これで、またスパーキー。で、5枚回して、またスパーキーみたいな。それがなんか理想ですね。そしたら、一生僕のね、ペースつかめるんですよ。まあ、決めに行きたいなっていう時は、めっちゃブッパでもいいと思うんですけど。あ、これタルババ使ってねえな、ヒースピー添えたの良くないですよね。そしたらまたね、分かんなくなっちゃいますから、いろいろ。5枚回ったので、もう一回スパーキー。こうしてると相手が攻めるタイミングがないんですよね。まあ、ここぐらいワンチャンスかね。どうなんだろう、これ。ゴブジェエリボーとかやってもいい気がするんですよね。行ってこ、あ、待って、相手もエリボーいたわ。これ、良くないですね、佐藤。これ佐藤良くないことしちゃったっすよね、僕。もしかしてだけど。やばいよ。まあまあまあ。まあまあまあ。言うてこのゴレさえ止まってくれればみたいなのあるけど。おい、ザップ。いやー、これは、ちょっと嫌な位置に飛んでんな、あの子が。今、ライトニング使ったから、これでエリアードちょっと取ったんで、ケツゴブジェで。うわー、ちょっと待って。流れが。逆サイゴブジェイエリババとか変なことしたら、一気に流れ変わっちゃいましたね。さあ、どうしようかな、これ。まあ、エリババ頑張ってもらって、これ相手さ、ライトニングがあると思うんだけどな、多分ライトがあると思うんだけど、今んとこ来てないっすもんね。さあ、こう鬼許容して、これはね、両方いけるっすね。相手のエリババ、ワンチャン突破できるんじゃないこれ。ライト使ったよ。しかも、タルババが多分こんぐらいのタイミングで。いや、タルババが全然こん。いや、でも待って、ゴブジェイ殴りすぎ。待って、やばいやばい。おお、終わった。オッケー。まあなんか、よくわからんすね。レイジブッパすれば基本的には倒れる。そう、まあ、粘るのもやっぱ大切ですね。スパキはこうワンパンしたいがありますけど、だけど地味にね、こうちまちま攻めて、ちまちま攻めて、こうチャンスが来るのを伺うと言いますか。で、そのチャンスを伺ってる時にタワーを折ることができるのが、まあスパキですよね。よいしょ。さあ、ゴーレ来ました。まあここは守っていきたいですね。ファイブとかじゃないので、まあレイジなので、まあ攻めは強いんですけど、防衛が大変ですよね、こういうのだって。これライドラとか来たらもう僕の発狂もんすよ。どうしよう。うわぁ。同じような嫌なやつ来たっすね。ちょっと。ふっ。まあまあいいんじゃない？うわぁ、そっちにタギ行っちゃうか。まあ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 。で、これ残ってるから、さぁ、ゴブジェイつける、どう思います？ああ。エリポン枯れたんでいきます。一本折らなきゃ。一本折らなきゃ。ティティティン。いや、めっちゃいいライドラ。いや、でもこれ届かんのんじゃね？はい。あ、でもヒースピンのせいで。さあさあ、まあ、エリポンゴレですね。まあ、一本取れたのは熱いですが、多分ね、
ゴレスケドラライドラ組まれたら守れないと思うんですよね。そうそうそう、普通守れないと思うんですよ。だからキングを降りに行くのかどうかですね。ここ相手が今シバトルネしてくれたのはでかい。でしかもライドラを抑えてるので、ここはねゴブジェイ3が5で決めきりたい感もあるっすよね。ふっ、どうだ、ライドラが回る。まあまあまあ一旦ステイしましょう。でも3が5頑張ってる。ここでカウンターがね、真ん中ランバーとかたまに。怖い怖い怖い。いや、エリポンだなぁ。あのエリポンやばいっすよね、これ。ライドラと、で、右側を僕形組むと、そのまんま綺麗に右からカウンターが来るんですよ。だから、僕は、スパーキーぐらいはまあ右に防衛に出すんですけど、基本的に今左を狙ってますね。あれでもこの、カウンターさせまいっていうね。これでなんかめっちゃそっち来るな。来すぎじゃねっていうぐらい、そっち側来てる。ああ、いいトルネ。いいトルネだ。でも舞台になってくれんと困るな。ザップで、耐えて。ああマジか。ライドラライドラじゃねえな。これは、エリクサーポンプですね。はい。エリポン無理です。このデッキ。エリポンの相手のデッキにもよると思うんですけど、例えば30石とか。とりあえず、エリポン壊せなかったですね。はい。なので、エリポン当たったら、頑張ってください。キング狙って、キングぶっぱすればワンチャン折れたりとかも、すごいあるので、絶対勝てないわけではないですけど、エリポンプラスのこういうライドラとかで結構ね、守られるエリポンのデッキだとちょっときついのかなという印象を受けましたですが、このスパーキーね、個人的にめちゃくちゃ強いと思ってます。ママもいるんでね、ぜひ使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。